さまこんにちは、フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。昨日でね、一応終わりにしようと思ってたら、アーカムアップしてほしいというお声をいただいたので、はい、アーカーアップしました。明日、チェーカーの方もね、お持ちの方がいらっしゃるので、チェーカーマップしてみようかなと思います。で、私がまだベーカーを持っていないので、ベーカーあんまり使わないかなと思ってね、合奏で。なのでね、入手してないんですけども、ご要望がすごく多かったりなんかしたら、ちょっと考えてみようかなと思います。私の周りもあんまりベーカー持ってる方いらっしゃらないので、多分ベーカーをお持ちの方って少ないかなと思うんですけど、ひょっとしたら吹奏楽をやってらっしゃる方はベーカーの方がいいと思って買ってらっしゃる方いらっしゃるかなと思ったりします。基本的にあんまりね、変わりはないんですけどもね、長さだけ違うんだけど、長さが違うだけでちょっと音色が変化があるので、今日はアーカン、で、昨日はデイカン、その前の日は、デイピッコロ、で、そのもう一つ前の日がゲイフルートでアップさせていただいてますので、こう、画面をね、いっぱい開いていただいて、こう、ピッピッピッって、聞き比べなんかをしていただくといいかもしれないですね。ということで、今日はね、アーカンのオフセットっていう、この指の穴の位置がね、少し、それぞれの手の内側に向いているものを使用させていただきました。手が小さい方はね、以前動画でオフセットをね、買われるっていうのも、ちょっと中に、考慮のね、はい、一つとして考えていただくのもいいんじゃないかなってお伝えしたんですけど、はい、そのアーカンのオフセットを今日は演奏させていただきました。ということで皆様またね。